もしもスマホンの偽物が。僕はワルフォン。君たちを呪いの世界へいざなってやる。はーにー。スマホンに似てるけどなんか違う。現れたら1回目、彼の名はクロノ。転送完了です。ここは学校か。人が少ないな。放課後ですからね。生徒たちも下校したんでしょう。時空警察特殊機動隊、通称巻き戻し。今回のターゲットはオカルト部のクラミさん。本日謎の開始を遂げる予定となっていますので、それを回避し救いましょう。なるほどね。開始か。放課後の学校といい、すごく怪しいな。まずは事情を聞くために部室へ向かいましょう。ここがオカルト部か。いかにも怪しい佇まい。とりあえず中へ入ってみましょう。オカルト部部室。巻き戻しのクロノです。クラミちゃんはいますか？誰もいない。私に何か用ですか？うわあ、びっくりした。この方がクラミさんですよ。はばばばばばばば。まるで気配がしなかった。いやいや、私は隅っこでビデオを見ていましたよ。ビデオ？はい、呪いのビデオです。このビデオを研究していまして。こんなオカルトなものを見るなんて俺には考えられないな。なんか言ったか？今度はなんだ？誰もいない。すいません、ビデオの線が切れてしまってます。あ、ごめん。巻き戻しはたとえこんな状況でも右目のタイムマシン、リトライアイの能力を使えば。確かに何かいた感じはしたんだけど。ちょっとクロノさん、怖いことばっか言わないでくださいよ。とりあえずビデオを元に戻す。リトライ。2回目、時間を巻き戻しやり直すことができる。絶対背後から声が聞こえたんだよ。なんか四角いスマホみたいな形をしていたような。四角いスマホ、そういえば少し気になることがあります。実は最近私のスマホの調子が悪くて、何かに乗っ取られてしまったようなんです。調子が悪い？何か理由があるのか？クロノさんはワルフォンっていう呪いのアプリを知っていますか？このアプリです。ワルフォン？なんだそれ。インストールした人間は全員呪われると言われる呪いのアプリです。私も好奇心でインストールしてみたんですが、最近不可解なことも多くて。何かクラミさんの死に関係していそうですね。ああ、常に何者かに生活を監視されているような嫌な視線を感じたり、この前も謎の女の子みたいな子が私を襲おうとしてきたりしたんです。クラミちゃんはこれからどこへ？家に帰ろうかなって思っています。とっておきのものが届くので。とっておきのもの？こうしてクラミさんの自宅へ行くことに。この時間は家族もいないからゆっくりしてください。すごいコレクションだな。とてもゆっくりしづらい。ちょうどとっておきのものが届きましたよ。とっておきのものって何なの？クロノさんもきっと喜んでもらえますよ。荷物を受け取り戻ってきたクラミさん。いやー、待ちに待っていましたよ。これクール便じゃん。冷凍ってことはカニとかカニとかカニとか。カニばっかり。カニよりいいものですよ。じゃーん。これは何です？それ送ってもらっても大丈夫なやつ？クラノさんも触ってみます？大丈夫です。他にも見てほしいものがあります。これはある映画に出てきた呪いのフランス人形。ほら、目が動くんですよ。怖いよ。これが呪いのハーモニカ。これを吹いた人は呪われるらしいですよ。吹いてる。怖いもの知らずですね。あれは何？え、何がですか？なんかスマホが浮遊してるけど、あれもコレクション？って、コレクションも何も私のスマホが浮いていますよ。もしかしてこれ例のアプリが。その通り。僕の名前はワルフォン。お前のスマホは僕が完全に占領した。なんでそんなことを？目的は何ですか？ポンコツスマホは黙ってろ。誰がポンコツスマホですか？こう見えても僕は性能抜群で。スマホ落ち着け。僕の呪いを解いた罪は重いよ。あれが正体。なんか勝手に呪われてしまったみたいですね。ならば俺がここで呪いを断ち切ってやる。気をつけてください。
か全く予想できませんよ。無駄だ、そんなものは効かん。何？すごいパワーだ。もしかしたらワルフォンには物理攻撃はあまり効かないのかもしれません。全員呪ってやる。クラミちゃん、ワルフォンがクラミさんを襲っていたのは間違いなさそうですね。なんとか呪いを解いてあいつをどうにかしないと。リトライ。3回目。お前ら全員呪ってやる。とりあえず家から逃げよう、ここは危険すぎる。幸いワルフォンはそんなに動きが速そうではないですね。これならなんとか負けるかも。しかし死ねえ。うわ、いつの間に目の前に。やばい、 U ターンするぞ。さっきまで後ろにいたのに。おそらくワルフォンにはテレポート能力があるんだろうな。クロノさん、やばいです。この先は行き止まりです。何？追い詰めた。お前ら全員呪ってやる。死ねえ。くそ、逃げるのも無理か。リトライ。4回目。これがあれば呪いを封印できるかも。そのお札はなんだ？昔オカルトショップで買ったお札です。ここぞの時に使えば効果があるってショップの怪しいおじさんに言われたので。これは期待です。ワルフォン、これで呪いは封印する。くらいなさい。呪ってやる。あれ、効果ないじゃないか。偽物みたいですね。5回目。クロノさん、どうしましょう。東大元暮らしだ。こうなったらアプリをアンインストールすればいい。しかしなんでだ。アンインストールしようとしてもできない。やっぱり無理ですよね。私もそれは試したんですが。こうなったらこのスマホを壊してしまえばいい。おお。嘘でしょ。それだけは勘弁してください。これは最新のやつだし高かったんです。クロノさん、ここまで泣かれちゃうと。くそ、さすがに強行手段すぎたか。103回目。その後もスマホからヒントを探るクロノさんだったが、スマホにある音楽を流してみれば。興味なし。失敗。224回目。呪いには呪いよ。なんかパワーアップしてるぞ。失敗。422回目。水はどうだ。全然関係ないよ。効果はなさそうですね。失敗。511回目。クラミさんのスマホの中はいろいろ見てみましたが、これ以上の手がかりはなさそうですね。このスマホから出てきたし、あの化け物が関係していることは間違いなさそうなんだけどな。待て待て待て。ん？なんかワルフォンから煙が出てません？まるで体が熱そう。もしかして。そうか。何か分かったんですか？こっちのスマホの充電が減ってきている。やはりあの化け物と連動していることは間違いなさそうだ。なんとかこの電源を落とすことができればあいつを倒せるかもしれない。なるほど。でもどうやって電源を落としましょうか？おりゃおりゃおりゃ、こんなのどうですか？スマホゲーム？ゲームをやってればいつか充電はなくなるでしょ。なんてパワープレイ。無駄だ、僕からは逃げられない。クラミちゃん、充電切れを狙うのは時間的にも厳しそうですね。くそ、あと少しな気がするんだけどな。だがスマホの電源を落とすことがクリアルートにつながるのは間違いなさそうだ。もっといろいろ試してみよう。リトライ。581回目。こうしてスマホの電源切れを狙うクロノさんだったが、バッテリーを外してしまえば。が、外せない。これも呪いの力か。602回目。スマホの明るさを最大限にすればバッテリーをたくさん消耗するらしい。とはいえ一気には減りませんね。これといった方法は見つからず。711回目。そういえばスマホ、何か電源を落とす方法って他にはないか？電源を落とす方法ですか？いきなりですね。同じスマホだろう。うん。あ、でもよくスマホなどの精密機器は温度の急変化で動かなくなることはありますね。温度が急激に上がったり下がったりとか。なるほど、何かあるかな。例えばサウナとか。なるほど、それなら温度が急激に上がるからいけるかも。この辺にサウナなんてありませんよ。それなら冷蔵庫にあいつを閉じ込めよう。そんなの無理ですよ。うちの冷蔵庫は家庭用サイズですから。他に急激に温度を変えられるものがあればな。あまり大きい声を出すと居場所がバレます。うん、他に温度を変えられるものか。そうか。何かわかったんですか？
あの化け物を急温度で冷やす方法だよ。これでクリアルートが分かった。リトライ。712回目。全員呪ってやる。よし、ワルフォンを誘導するぞ。一体どこへ？みんなが入ることができる大きな冷蔵庫が実はあるんだ。そんな、ここはただの住宅街ですよ。あのトラックだよ。そう、クール便の配達トラックならあのワルフォンの体も入る。待て、冷たい冷たい冷たいよ。何ここ。予想通りだ、奴は苦しんでる。くそ、こうなったらスマホに戻ればいい。スマホに戻れば安心。まずい、スマホの世界に戻られる。クロノさん、どうしましょう。そうはさせるか。うらぁ、自ら割っちゃいましたね。うわぁ、もう無理だ、助けてくれ。すごい光だ。一体どうなるんですか。あれ、消えた。どうやらワルフォンの呪いが消えたみたいですね。うぅ、なんとかなったみたいだな。寒い、俺たちも早くここから出よう。私たちまで氷漬けのミイラになってしまいますね。ミイラにはならないんじゃ。しかし問題はこれだけではなかった。うわ、私の最新スマホを自らの手で壊してしまった。あれ超高かったんですよ。まあまあ、呪いが断ち切れたしいいじゃないか。ミッションはクリアだ。こうしてなんとか呪いのアプリワルフォンの呪いを終わらせることができたのか。ね、なんか変なアプリ入ってるんだけど、こんなのダウンロードしたかな。ワルフォン、なんか気味悪いね。いや、終わってないのかもしれない。この動画を見たらすぐにスマホを確認してください。もしかしたら僕がダウンロードされてるかもよ。